テーマパークダンサーコース2年の荻野まりなです。高校生の頃は、部活にも所属していて、あと小学校からバトントワリングもやっていたので、バトントワリングもしながら学校の授業も出ていて、とても忙しい毎日だったんですけど、とても濃い時間を過ごしていたなって思います。本当は普通のミュージカル系の大学に通ってたんですけど、ダンスをやりたいって思ったので、そのダンスの専門学校に入ったらダンスをやる時間が増えるんじゃないかなと思って調べたら TSM が出てきて、この学校が一番自分に合ってると思ったので選びました。なんか本当に自分が今やりたいことができてる生活を送れてるなって思いました。濃い一日が過ごしてるってことがすごい幸せだなって思います。イベントに向けての練習ですね。やっぱりみんなでいいものを作るために深夜練とか朝早くとかに集まって練習したりするのはすごい大変なんですけど、でもそのイベントを終えるごとにいろんなものがつかめてすごい勉強になります。ディズニーダンサーになることです。これは自分がディズニーが好きっていう気持ちもあるんですけど、今まで支えてくださったなんか先輩とか先生とか家族にも感謝の気持ちの形に、感謝の気持ちでこのディズニーダンサーっていう夢になって、みんなにお礼をしたいと思います。